背景よろしくお願いします。今回は小学校5年生の算数平均1についてお送りします。で、ここからね、新しい勉強の平均をやっていきます。いいね。で、今回はこのポイントが超大事です。公式があります。で、このポイントが3つあって、全部合わせて9問です。なので、まあ、平均出す問題ばっかりだから、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、平均、あ、やったけどよくわかんなかったなっていう子だったり、あとは、まだね、習ってない子とかは、ぜひ一度説明を聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあね、早速、公式の方から始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではでは、さっきも言ったように、今回はこの公式、これを覚えてくれるかどうかで解けるかどうかが決まります。じゃあ、行くよ。で、まず、平均、今回のタイトルだね。この平均を求める公式からいきます。ちょっとごめん、青でいくね、今回は。で、平均っていうのは合計割る個数、これが公式になります。で、おそらくみんなが使ってる学校の教科書はこれしか載ってないと思います。平均が合計割る個数って。でも問題では合計を出しなさいとか、あと個数を出しなさいって問題が普通に出てきます。なので、せっかくなんでね、こっちの公式も覚えちゃってください。ではいくよ。ではでは、合計の出し方です。これは今ね、平均と合計と個数って、この3つの言葉使ってるじゃんか。全部それしか使わないです。だからここでは合計を出したいので、平均と個数を何算するか、そこを覚えてください。で、合計を出したかったら平均かける個数になります。いいね。で、個数を出したかったら合計割る平均と、こういう風に出すことができるんです。これ公式ね。で、これはね、めったに先生書かないですけど、俺よくこういうタイプのね、3つの言葉がさ、組み合わせになってるでしょ。こういう時ドラえもんの鈴っていう形をよく書くんだけど、あのね、ちょっとこう邪魔なんで消しちゃうね。こういう丸にね、横線と縦下だけ半分線を引きます。こういうの、俺が昔教わってたね、小学校の先生がドラえもんの鈴って言ってくれてたんで、よく使ってるんですけど、これに言葉を入れちゃってください。で、今回は平均と合計と個数なんだよ。で、もちろん覚え方は任せます。これはあんまりね、使う人がいないので、で、俺は合金庫って覚えてて、ここが上からね、合金庫って覚えてるんですけど、まあ覚え方どうなんだって話なんだけどね。合は合計の合です。金は平均の金で、個は個数の個なんだけど、なんでこれが使えるかっていうとね、このドラえもんの鈴の形、小学校5年生6年生の勉強で何回か出てきます。中のひらがな変わるんだけどね。で、必ずここに掛け算が隠れてます。で、ここに割り算が2個隠れてるんです。このドラえもんの鈴のルールはね。で、この形を覚えておくと何が便利かっていうと、これが全部詰め込んであるんです。どう使うか。いくよ。例えば、合計を出したかったら、合計って上でしょ？その出したいものを隠すんです。そうすると、下に金×個が残るでしょ？つまり、平均×個数が残るじゃんか。平均かける個数なってるでしょ。他も同じです。平均を出したかったら、つまり金を出したいんね。時、金を隠すと。そうすると、これ上から必ず読んでね。合割る個。つまり、合計割る個数なので、ちゃんとなってます。で、最後、個数。個を出したかったら、個を隠す。で、上から読むから、合割る金。で、合計割る平均って必ずなってるんです。なので、もしよかったらね、このドラえもんの鈴と合金庫のね、この覚え方ぜひね、使ってみてください。もしね、こんなん使わなくても覚えられるしっていう子は使わなくていいですね。お願いします。では実際に平均出していきましょう。で、
今回ね、平均出す問題、8番までは全部平均です。ここだけちょっと違うんだけどね。で、出し方覚えちゃえばこれ超楽です、平均は。いくよ。どうやるか。今回、5人、2人、3人、6。つまり、5、2、3、6って4つの数字が書いてあるでしょ。それをね、まず足すんです。全部。で、これね、足したものは、カッコでくくってください。で、足したものが何かっていうと、今、平均って合計割る個数で求められるじゃんか。この足したもの、これが合計なんです、今。で、それ割る個数っていうのは何個足したか。つまり、1個、2個、3個、4個足したので、4で割ればいいんです。で、括弧の中をね、5足す2足す3足す6って、これやってくれると16になります。で、16割る4だから答え4で2だからつけて4人とね、足して割るだけなんです。平均はいい？同じくやるよ。7メートル、5メートル、2メートル、4メートルです。だから括弧の中に7足す5足す2足す4って4つやります。で、割る1個、2個、3個、4個足してるから4で割る。で、これを足すと18になります。で、18割る4は小数になるから、それね、筆算で割り切れるまでやってください。で、やると、これ 4.5 だよね。 4.5 単位がメートルなんで、メートルと、これ引っかかっちゃった。こういう風に出します。いい？平均の問題ね、必ず割り切れるので、小数になっても割り切れるまでやってください。で、ちょっと数が大きくなるけど同じです。この5個の数字を全部足します。59足す63足す78足す、これめんどくさいね、52足す68だと。で、割る1個2個3個4個5個足してるから5で割ると。いいね。で、この括弧の中を足すとですね、320になります。だから320÷5をやって 64g と。これが平均です。必ず単位もつけてね。で、次、最近5試合で決めた得点です。2点3点3点0点5点です。で、この時ちょっと注意するのが、やっぱりこの0、0点だね。で、例があるとき、まあ、括弧の中ね、2足す3足す3足す、書かなくてもいいんだけど、俺ね、一応書くんだ。0足す5、もちろん書かなくていいんだよ、本当はね。で、割るじゃんか。その時に、やっちゃいけないミスは、あれ、0ってさ、ないのと同じじゃねってことで、1個、2個、3個、4個って数える子がいるんだけど、これ、例もちゃんと数えます。なので、1個2個3個4個5個で5で割ってください。いいね。この例を数えるのは絶対ルールです。守ってね。で、これをやると13になるから、13÷5 13は 2.6 か、 2.6、 単位が点なんで点と、こうなります。ここまではいいかな。括弧の中を足して割るだけだね。で、次です。ちょっと変わった問題。225ページある本をちょうど6日間で読み終わったとき、1日に平均何ページ読んだことになるっていう問題です。で、しっかり問題を読むと、問題の中に平均っていう言葉が入ってるから、絶対にこれを使うんです。で、平均何ページって聞かれてるから、今回わからないのは平均。これね。つまり、合計割る個数だから、合計と個数を探せばいいんです。で、問題の中には、225ページっていうのと、6日間っていうのがあります。だから、それを使うのはもう見えてるじゃんか。で、これ、合計っていうのは全部でって意味になるから、全部で225ページあるんだよ。それを6日っていう日、その個数で割ればいいので、そのまんま225÷6 と。いいね。こういう風にやってください。で、これをやると
37.5 になるはず。なるよね、なります。で、これにページをつけて 37.5 ページってなります。ごめんね、ちょっと汗がすごい出てきた。いいかな、こういう風に解いてください。で、最後です。1日平均25分間ずつピアノの練習をすると30日間で何分間練習したことになるっていう問題で、これも平均っていう言葉があるから絶対これを使う。でも今回平均が25分間、平均が分かってるんだよ。だから出したいのは平均じゃないので、読んでいくと平均が25でしょ。で、30日間で何分間練習したことになるって聞かれてるから、30日間やったら全部で何分なのって聞かれてるじゃんか。つまりこの全部の部分だから、ここ合計になります、聞かれてるのは。つまり合計は平均×個数です。なので平均がちょっといいか、入るかな、25入ってるね。かける個数って30日間ね、30ってやって750かで、分間って単位をちゃんとつけて、これで丸になります。いいかな、ごめんね、動画を撮ってる時ね、クーラーがちょっとつけらんなくって汗だくの状態、ちょっとね申し訳なかったんですが、こんな感じで平均お願いします。それでは今回はね、小学校5年生の算数平均1についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、タイトルに1があるので、次2があります。で、その2の時は、この公式、ね、ポイントが載ってません。なので、必ず頭で覚えるか、またはね、ノートとかに写した状態で、次の動画をね、見てもらえたらと思いますので、もしよかったら、次の動画もお願いします。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。